僕としてはそのキャラ的に僕ってどっちだったら思ったことずけずけ言ったりとか行動するっていうキャラなんです。一応破天荒キャラみたいな感じで YouTube やらせてもらってて、それを YOSHIKI さんにするのってどうなのかなと思いつつもあるんですけど、それができたらめちゃくちゃ面白いだろうなって思いながら一応聞いてみたんですよね。なんか面白そうですね。はい、YOSHIKI さんと撮りたい企画めちゃくちゃ思いつきますもん。やっぱりそうですか。思いつきます。もう無限に出てきますね。タイトルだけで面白いなと思えるようなやついっぱいあるんで、なんか頭いいからきっとなんか面白いのを出してくれるんでしょうね。例えば、まあ、これ視聴者の人絶対気になると思うんです。YOSHIKI さんと100均行ってみたとか。100均、はい、100円均一ショップ。100均って言うんですか。はい、分かんないですよ。え、分かんないですよ。100均100均、え、100均初めて来ました。ヒカキンみたいな。はい、100均じゃないですか。100円均一ショップですよ。100均って言うんだ。はい、あの100円のものが売ってるっていう、そこに YOSHIKI さん行ってみたらめっちゃ面白いんじゃないかなみたいな。全部100円なんですよ基本的に売ってるものが。あ、こんなも100円なんだっていうとかはめっちゃ面白いなとか思ったりとか。あ、そういうのいいね。はい、ぜひ、はい、逆に YOSHIKI さんの知らない世界かもなと思って、そこが。え、全部100円なんだ。そうなんですよ。基本的に100円のものしか置いてないんですよ全部のものが、はい、日常で使うものが全部100円で置かれててみたいなとこあるんですよね。150円とかないんですか。多分一部なんか置かれたりするんで大体100円なんですよね。へー、はい、流行ってるんですか 100均。流行ってるというか何でですかね。なんかそうですね、日常に溶け込んでますね。へー、はい、コンビニみたいな感じであります。普通にたくさんあるんだその店が。100均の店。そうですそうですそうです。全国に100円で何を売ってるんですか。いや、でも結構本当に何でもありますよ。日常品だったらトイレットペーパーとか。そういうの、トイレットペーパーわかんないですけど、でも結構本当にその例えばこのコップとかも多分あると思います。コップのお箸とか、はいはい、そういうそのもう何気ないものが多分全部100円で置いてるっていう。でもそういうのがなんかわからないと、まあ、音楽とかも結局ね、みんなに向けて作ってるわけだから、はい、やっぱ大事だよね、勉強しないと。そうですね、やっぱその、YOSHIKI さんの知らない世界って逆にいっぱいあるんだろうなと思って、結構ね、単純なことにすごい感動しちゃうタイプなんで。あ、そうなんですね。うん、100均行ったら多分ちょっと感動するかもしれないです。さっきの東京タワーもなんか涙出そうになってきて、違う回で実はちょっと、違う回か、同じ回か、それも分かんないわ。東京タワー見てなんか感動しちゃって、泣きそうになっちゃってた。まあ、100均行って泣かないと思うけど。